はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。今日はですね、全ての女性従業員に対して上司が現場でやらなければいけないことっていうのを紹介していきたいかなと思います。僕も社員アルバイトを含めて女性のスタッフが自分の部下だった、その時にめちゃくちゃ気をつけてたことを3つ話していきたいかなと思ってます。ありがとうを1日3回は強制的に必ず言うようにしましょう。長くやってるとですね、いろんな仕事をやってもらったり気を利かせてやってもらったことがですね、当たり前のように感じてくるんですけど、いやこんな当たり前のことでもとりあえず一声目にありがとうっていう癖をつけておくべきです。全員ではありませんけど、女性って自分のために仕事をしているっていう感覚よりも、組織のためとか上司のために仕事をしているっていう感覚を持ってる人って結構たくさんいるので、特にそういう人たちにはありがとうの言葉はどんなに小さなことでもやってもらった後には必ず言えば、女性の従業員から嫌われるなんてことにはならないと思います。本当にちょっとしたことでもいいですから、必ず言うようにしましょう。はい、二つ目ですね。これ特に男性の上司から女性の部下に、女性のスタッフにっていうパターンで多いんですけど、自分の話は聞かれるまで言わないことですね。これは自己開示をするなって意味ではなくて、聞かれてもいない話をこちらからベラ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 するなってことです。同期からとか後輩とかならまだしも、上司から自己開示を受けても正直困ってる部分は大きいと思います。じゃあどうすりゃいいんだって話なんですけど、自分から喋るじゃなくて相手に話させるっていうのが先なんですよね。イメージとしては相手の話に便乗して自分の話をしていくが一番上手だと思います。あとこれは女性に限らず営業の手法としても使えるんですけど、相手が気持ちよく喋ってる時はとにかく聞き役に徹しましょう。はい、3つ目ですね。これ当たり前なんですけど、身だしなみには十分気をつけましょう。これは髪型とかヒゲみたいな日々のだらしなさが影響するものに関しては必ず清潔にしておきましょう。そして服装はそれぞれ職場で違うと思いますけど、スーツだったらスーツでいいんですが、毎日同じスーツ着てるとか汚れてるとか、あまりにもスーツの着こなしにセンスがないっていうのは女性嫌がりますんで、最低限は身につけてください。女性からモテるためにやりましょうって言ってるんじゃなくて、組織として結果を出したいんだったらそういう細かいところにも気を配ることは必要なんじゃないかなと僕は思ってます。ちょっと油断してたなと思う男性は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。